はい、皆さんこんにちは。今日もね、質問等に回答するコーナーということでさせてもらいますけども、またね、この、これはね、不動産投資で YouTube や本で有名な人がいますが、誰を信じても、信じていいか分かりませんというものについて回答したんだけど、これに対するまたね、ご質問があって、まあ、その中でね、現在自分自身のスキルを上げるべく、日々勉強しておりますがと、多くの情報がある中で信憑性が高い情報をインプットするには具体的にどのように情報収集していけばよろしいでしょうかってことなんですね。で、本であれば出版社を見る、人であれば本名で実態実績があるかどうかのですね、裏取りをするっていうことをこの動画で話したんだけど、それ以外にあるんですかってことだよね。で、まあよろしくお願いしますってことなんだけど、あのね、うちもほら、ね、不動産のコンサルタント会社やっていて、で、いろんな人がね、こう、面接に来るでしょ？で、一番最初に、見るのは、ネットなんだよね。んで、ね、この間もその、ちゃんとしたさ、ね、学歴高くて、ね、実績もちゃんとあるような人なんだけど、なんでこの人、転職考えてんのかなとか、あ、前の会社辞めちゃってるからね。何なんだろうって調べたらさ、なんかさ、何、わいせつ行為で捕まってて。だ本名ってさ、ね、やっぱ刑事罰受けると出ちゃうじゃん。で、それがね、いっぱい累積されてるんですよ。で、さすがにそれはね、人事の方にね、いや、お前こんなん出てたで、とか。あと人事からもたまにね、いや、この人いい人なんだけど、こういうね、事件起こしてる人ですとか、いうことで、事件がさ、本名で出ちゃってる人っていうのは結構いるんだよね。で、まあ、あとは経歴なんかもそうなんだけど、やっぱ、なんていうかな、ちょっとやっぱりさ、嘘の多い人っているよね。で、そのさ、なんでね、この業界に行きたいのみたいな話をした時に、ね、やっぱりさ、意外にトンチンカンなこと言うよね。で、それは何かっていうと、そのさ、その人の本意じゃないことっていうことをですね、まあ面接だからって言ってね、言ってくる人もいるんだよね。で、それをさ、どう見抜くかってことなんだけど、まあたまにさ、まあ同じ業界だと、そこの会社の社長って俺のこと知ってるからね、電話かけて聞いてみたりするんだよ。ね、導入者の場合ね。まあ、めったにしないけど、またほら、あんまり近しい社長だとさ、ね、うちで取っちゃったことで、なんか、ね、迷惑かけてもいけないなとか思うときあるから、まあ、そういう面でね、辞めちゃったっていう人については、ね、聞くこともあるね。で、もう一つは、例えば、ね、知り合いってさ、いっぱいいるわけじゃん。で、そういうとこからの情報を得たりもするし、あと、例えば、この場合だと、ちょっと著名人っていうね、範囲でいけば、やっぱり、なんかね、この間もちょっと批判されたけど、ウィキペディアとか見ちゃうよね。で、だって名前入れればさ、出ちゃうでも右側のとこにさ、ウィキペディアってね、出てきてさ、名前のある人はみんなそこに出てるわけじゃん。っていうのはやっぱり見るね。で、それがほら、それが全部正しいとは限らないっていう人いるけど、で、正しくないこともないわけじゃん。で、そういう面ではそこの部分はやっぱり参考にするかな。で、あとね、裏取りね、あと会社だな。会社なんかだと要するに、我々はやっぱりほら、これからね、金額は大きい小さい関係なく取引するとなれば、逆に言うとさ、その会社と付き合っていいかどうかってことあんじゃん。そうすると、やっぱり証拠リサーチとか、やっぱり帝国データバンクってね、そういう調査会社あるから、まあそういうところに一応確認して、付き合うにしてるね。で、やっぱね、それで助かったことあるんだよ。実際にそのさ、調べてみたら、ね、その会社なかったりさ、ね、あと名刺ちゃんと持ってんだよ、株式会社って。だけど会社がなかったりね、あとはその代表者がね、詐欺で捕まってたりとかいうのも出てたりするから、まあそういうのはよく見るな。
でそういうので判断したりします。あともう一つは、まあまたね、言うのもなんだけど、その、まあこれね、一番上に書いてあるんだけど、ね、竹花孝樹氏の動画を拝見しましたと、ね、僕が言ったところのやつをね、見てくれて、まあコメント入れてくれてんだけど、やっぱさ、現実離れした人って、やっぱりちょっと信用できないよね。だから、さ、例えば、この商品売りくる人もいるわけじゃん。で、例えば、一番多いのは IT の人多いよね。なんか、そのさ、こういうことできる、ああいうことできる。実際入れてみたらできなかったりさ、するわけじゃん。で、ね、この大風呂敷のやつがいるんだよ。中にはね。で、そういうやつってやっぱり、ね、我々みたいにこう、実業でコツコツやってる人から見たら、ちょっと不愉快になることあるよね。だから、意外にそういう人は信用しないかな、と思いますね。あとね、僕はよくね、いろんな人とね、付き合いが始まるときって、酒の席用意することあるんだ。で、ね、まあ、結局、そのご馳走したりしちゃうんだけど、それでね、その時の態度を見て、あ、この人ダメだなと思ったら付き合わないっていうことありますよ。で、それ何かっていうと、酒癖がいいとか悪いじゃないんだよ。人間性ってさ、表裏のある人って嫌なんだよね。例えば、一緒にこう、あ、前にもね、うちの社員っていうかさ、入ってきたやつがいてね、で、こいつがね、結構低姿勢で来てね、じゃあちょっとね、時間、短期間だけど、じゃあいいんじゃないのなんつって来たことあるんだけど、まあ、これがさ、こうね、飲みに行くじゃん。そうすると、その、店員にさ、おい、これ持ってこいとか、もう態度すごいんだよ。上から目線で。もうそうすると、もうこういうやつは信用しないね。で、あとね、これ言うとね、この間の入れ墨の話と同じになっちゃうんだけど、まあ当然、入れ墨してる人はあんまり信用しないな。なんとかな。あともう一つ、タバコ吸う人はあんまり信用しないかな。信用しないっていうこともあるし、付き合わない。ね、今は。うちの会社って全部ね、全社員禁煙なんですよ。で、まあ、喫煙する人に対してはね、ちょっといろんな特例があるんだけど、もう今ほとんど全員禁煙になりました。で、それ何かっていうとね、僕もそうなんだけど、若い時にさ、なんか大人ぶってさ、ね、タバコ吹かすのがかっこいいと思っちゃうわけじゃん。で、それの精神状態がさ、大人まで続くって僕はちょっと信じられないね。で、たまたま僕はね、前職の会社で不動産業に入って、で、27でタバコやめたのかな。っていうのは何かっていうと、まずさ、お金がもったいないっていうのがまず一つあるよね。で、もう一つは、タバコって嫌う人っていっぱいいるんだよ。で、今は僕も嫌いだから、で、ある、ね、うちの近所のさ、飲み屋さんがあるんだけど、まあ、そこでよく好きでね、行ってたんだけど、いやー、ここで、結構でかい店なのに禁煙になってないんだよ。で、結局来た団体のやつがタバコ吸い出して、で、結局、注文したんだけど、料理全然出てこない前に、全部お断りして、で、全部その代金払って出たことあるわけ。まあ、それからもう二度と行かなくなっちゃったよね。だから、意外にね、そのビジネスマンでタバコ吸ってる人ってあんまりいないんじゃないかな、今となっては。なんつうとまたね、批判するさ、コメント入ってるかもしれないけど、タバコ吸ってる人で成功してる人いないんじゃない？なんでかっていうと、その考え方がさ、その子供の頃のさ、背伸びした、生活スタイルをそのまんま継承して大人になっちゃったわけじゃん。だから、それはちょっとね、僕は、あんまり、タバコ吸う人あんまり好きじゃないね。これあったね。まあ、あるさ、ね、事例で言うよ。あるね、地主系のオーナーさん、結構うちでね、アパートとか建てさせてもらって。で、まあ、たまたまそこの弟さんがね、自宅建てたいって言うんで、で、倉石さん、ちょっと、設計携わってよっつって、で、設計してね、で、玄関の先にちょっとさ、こじゃれたね、中庭作ってあげたりとかして、で、メーカーは指定だったわけ。で、某ハウスメーカーだよな。で、その人に、じゃあしょうがないかって打ち合わせして、進めてたんだけど、この人はヘビースモーカーなんだよ。
で僕はあのねそのタバコ吸わないからつって事務所にもね灰皿も置いてないわけじゃん。で現場の打ち合わせでももうとにかくねタバコやめてねって言ってたの。ところがさこいつバカだからさあのねまあある高校だからね建前ってないんだよな。だからつんで完成したらみんなでねあの完成 の, あのお祝いの会をやりますみたいなことでその奥さんがね手料理ご馳走するからなんつってさ呼んでくれたわけで僕も行きました。でそのハウスメーカーの、ね、社員の人も来ました。でそこでねまあ飲みながら結構ワイワイと楽しくね過ごさせてもらったわけだよ。そしたらそのバカがさあのすいません奥さんタバコ吸っていいですかったんだよってやめろったの。そしたら、ね、奥さんはしょうがないから、まあ、うちはタバコ吸う人いないんで、ね、あのそこに空き缶があるんでそれでよかったらなんつって渡したんだよ奥さんはね。でそしたらさその上司もバカだからさじゃあ僕もなんつってみんな、ね、新築の家だよで禁煙なんだよそこタバコ吸いやがってさでちょっとまずいなと思ったんだよね。そしたら翌日ですよそのねお兄さんの方からもう二度とこのメーカーさんのものは作りませんと言って結構この人3棟くらい建ててるんだよアパート、うん、でもそのメーカーさんの使わないって始まってでまあちょっと僕もねメーカーしてたらしょうがないんだけどさ、まあ、そういうね経験があるからやっぱり、うん、ビジネスマンタバコ吸わない方がいいんじゃねえのって思うよね。でそれで信用を失うってことはあるんですよ本当に。現実に今の話本当にあった話だから、ね、嘘言ってるわけじゃないんだよ、うん、だからね、そういう現実を見るとやっぱりタバコやめた方がいいかなと思うね、うん、ということで、まあ、人を見るっていうのはそうねやっぱ飲んだ時の席っていうのは見やすいかね、うん、で僕も結構ねヘラヘラしながら ね、ね一緒になって楽しんでるかもしれないけどやっぱそういうた人こっちも酔ってるけどそういう人が見てるもんやっぱり、うん、でそうするとあやっぱこいつダメだなって思えばもう使わなくなるよね、っていうことですね。だからまあ一番いいのは僕みたいにね裏と思ってない方がいいですよ、ね、食ったらね何これ新人教育の時にね僕もほら自分でね商売やった後にサラリーマンになったんだけどさ新人研修でわざわざさ名刺の出し方だお辞儀の仕方だ言葉の使い方だいろいろ教わったけど今こんな調子やんねやったことないよ、うん、まあ確かに名刺はね人の方に向けて名前が分かるように出すっていうのはまあそのぐらい分かるけどさお辞儀の角度関係ないんじゃねえのあと喋り方だってさ申し訳ないけどずっとこんな感じ、ね、で僕よかったら僕ご馳走してくれる飲みにね行った時にさ僕の態度見てください今と全く変わんないよ、うん、うん、変わんないと思うよ、うん、だからこう別にね飲み屋に行ったからっつって別に何かこうね上から目線のものというのはないし、うん、でねやっぱり表裏ない方がいいと思うよ。で子供遣いだってそうじゃんね。やっぱりね お客さんだろうかなんだろうずっと僕この口調で喋ってんだよ。でもトップ営業マンだったんだもんね。それは何かあったら別に陰気無礼なね態度しないしね別にさあどんなに偉い人でも同じように喋ってたりねかといって生意気って言われたことないしね。それは何かあったら中身でしょ、うん、だから本だってそうだよね国語2だから、ね、国語2 でその国語2なんだけど本はいっぱい出てて売れてるわけじゃん、ね、それでいいんじゃないの、うん、やっぱりさそのねなんだその言語の書き方っていうのはさね、やっぱり話すように書けばいいわけでさ別になんかね四五日後いろいろ考えながらさ書いたからといって、まあ、教科書じゃないんだから、ね、やっぱり内容が伝わればいいんじゃないのって思うわけ、ね、で僕の、ね、本読んだ人分かるかもしれないけど点とか丸とか句読点句読点かっていうのがいろんな形で出てるんだけどそれわざとね読みやすくリズムをつけるように書いてるわけ、ね、だからなんかこの人の文章はね、句読点がどうだこうだっていう人もいるんだけどそれいいじゃん読みやすくしてんだからさっていうように、ね、そっちが大事なんだ俺は、ね、だからそういう面ではですねやっぱ人間裏表なくてでさらにねその身の丈に合った生き方、うんね、の方がいいんじゃないの、うん、その方がね生きやすいっしょ、う
うん、であともう一つは、ね、あの若い人にぜひね、考えていただきたいのは方向性とか 目標を失っちゃダメですよ、うん、でその目標があれば、ね、余計なことに意識しなくて済むわけじゃん。で自分のことの、その自分が持ってる目的を持って生きていけば、ね、必ず成功するんだよ。世の中ってそういう風になってんだもん。にもかかわらずなんかさ、もういろんなこと頭の中入っちゃってさ、ね、それでいろんなこと考えちゃってさ、もう、ね、行動一つしなくてさ、人の批判ばっかするやついるじゃん、ね、まあ、そういうのはやっぱり生き方してもったいないよねって思うよ、うん、だからまあ、うん、僕たちはやっぱりその人を信用するっていう時には正直にこの人話してるなって思うかどうかだな、うん、っていうふうな見方をします、ということです。だから、ね、質問の回答になったか分かんないけども、要するに、ね、あの人を見る目っていうのはやっぱりさ、あの人間の感覚ってあるじゃんさ、こう動物的な感覚ね。でそういうので人って信用できるんじゃないの、うん、と思いますよ。で、ね、夫婦だってそうじゃんさ。で、その、うん、ね、こう、最初はさ、なんか、かっこつけてね、やってったところで、蓋開けてみたら借金だらけだったらさ、もう、不幸の始まりになるよね。って考えたら、やっぱりこうね、正直に物事を考える、その、考え方が、真正直に考えた方が、得な生き方できると思うよ。うん、と思います。ということで答えなかったかどうか分かりませんが、またいろいろね、皆さんコメントしてください。時間があればこうやってお答えしますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた。この動画はいかがでしたでしょうか。今後もですね、継続してこのようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと新しい情報がですね、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。